ハイアワサは、16世紀のモホーク族インディアンの、男性戦士、朝廷者、ハイアワサとテドダホの接触、デガナビダと共に、カユーガ族、モホーク族、オナイダ族、オノンダーガ族、セネ家族の5つの部族をまとめ上げ、色濃い連邦を成立させた英雄である。指導者、主張ではない。十六世紀中央、五代この南側では、カユーガ族、モホーク族、オナイダ族、 オノンダあが族、セネ家族のご部族が、交戦状態にあった。1550年に、五代子の北側のワイアンドット族に生まれたデガナビダは、成人してから、この戦いをやめさせ、和平を解くたびに出た。デガナビダはあちこちで和平の呼びかけを行う中、五代子の東にあるも、ホーク族の村を訪れ、大戦士ハイアワサと会った。ハイアワサは、村でも強力な戦士であり、一食いでもあったが、 戦いに、虚しさを感じ、眠れない夜を過ごしていた。ハイアワザは家族を集め、デガナビダの話を聞くことにした。デガナビダはこう話し始めた。私は、天空の大精霊の周長の良き知らせと共に来ました。国同士の戦いは終わらなければなりません。良き精霊は、人間たちが血を流し合うことを決して望んでいません。一人の男が、しかし、我々が戦わなければ、 近隣の部族に殺される。と返すと、デガナウィダは、近隣の部族は、私の和平の呼びかけをすでに受け入れていますと答えた。こうして、ハイアワサの部族は、彼の呼びかけを受け入れた。デガナウィダは去りがけに、ハイアワサに、オノンダーガ族の強力な戦士であるタドダホが強く、和平に反対していることを伝え、オノンダーガの村のある東へ向かった。その後、不思議なことに、一月の間に、 ハイアワサの三人の娘が立て続けに死んでしまった。悲しみに暮れたハイアワサは一人でガナウィダの後を追い、長い苦難の旅の後に彼に会い、その悲しみを癒してもらううちに和平の呼びかけに力を貸すと誓った。伝説では、ハイアワサが、おのんだ家族の戦士タドダホの住む、山のホラーナ行くと、タドダホは恐ろしい顔と髪に蛇を絡ませた怪物のような男で、ハイアワサを驚かせた。 ハイアワサは、タドダホの神から蛇をくで透き取ってやり、部族を和平会議に参加させたという、五部族の連帯を示す、ハイアワサの帯、平和の木を中心として五つの部族が連帯する、デガナウィダと、ハイアワサは、二人で、カユーガ族、モホーク族、オナイダ族、オノンダーガ族、セネカ族の五つの部族に、和平の呼びかけを行った。デガナビダはこの和平調停で、構想役を務めたが、 彼は言語障害があったため、ハイアワサが代理演説を行った。インディアンのチーフとは調停者のことであり、ピースメーカーと呼ばれることもある。アメリカ北東部のインディアン国家は、ロングハウスという議会場で会議の日を囲んで、州長たちが合議を行い、すべての物事を決定する完全民主主義社会であり、現在も議会制で運営されている。ハイアワサとデガラウィラはその功績によって、 特に、グレートピースメーカーと呼ばれている、色濃い連邦の連邦期デガナウィダや、ハイアワサは五つの部族を、この、会議の日の周りに集結させ、歴史的な和平調停を行った。デガナウィダは彼らは、すべて兄弟であるとし、殺し合いや、逃避の剥ぎ合い、人肉食の儀式を止めて和解し、平和のための同盟を結ぶよう呼びかけたのである。こうして、デガナウィダと、ハイアワサの尽力によって、 ついにカユーガ族、モホーク族、オナイダ族、オノンダーガ族、セネカ族の5つの部族が同盟し、フーデノサウニーが成立した。デガナウィダによって設計された、この部族連合は、18世紀前半にタスカローラ族が加わって6部族連合となった後、現在もなお強固な結束を保っている。この際取り決められた部族間の調停、色濃い検証は、 貝殻玉ダマビーズの帯を象形模様とするワムパムベルトとして記録され、現在も色濃い連邦で大切に保管されている。ありがとうございます。